どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、こちらのマリオットボンボイアメックスプレミアムカードありますよね。今年のね、2月ぐらいに SPG アメックスからこのマリオットボンボイアメックスプレミアムカードにね、切り替わったクレジットカードなんですけども、まあ、こちらはですね、年間400万円を決済すると、プラチナステータスにね、上げていただけるっていうね、特典が追加になりまして、もともとね、このプラチナステータスっていうのは、獲得のね、1年間、丸々1年間のね、ステータス維持期間っていう風にね、なってたわけなんですけども、こちらね、どうやら1年間ではないっていう情報が入りましたので、今回ね、私の方でちょっと確認を取りましたので、この内容についてですね、紹介ね、していきたいなと思います。ということで、こちらね、マリオットボンボイアメックスプレミアムカードね、今年の2月から SPG アメックスから切り替わって、年間400万円ね、決済していただくと、プラチナステータスね、保有できるということで、まあもうね、キャンペーンは終わってしまったんですけども、非常にね、ポイント数の多いね、キャンペーンとかもありましたので、発行された方ね、かなり多かったんじゃないかな、なんていうふうに思うんですけども、本来ですね、この400万円を決済すると、プラチナステータスになれるっていうのはですね、アメックスのホームページにもですね、こういった感じで記載があるんですよね。本プログラムで獲得したエリートは、いつまで有効ですかということで、こちらこちらの Q&A がですね、公式サイトに載っていて、獲得後12ヶ月間が有効ですっていうね、記載があるんですよね。ですので、こちらね、まあ1年間だというふうにね、思っていたわけなんですけども、こちらね、アメックス側に問い合わせるとですね、今もね、この回答がもらえるっていう風になっておりますんで、まあ何もね、変わってないわけなんですよね。なんですけども、こちらね、マリオット側にですね、こちら問い合わせるとですね、アメックス側が1年間ね、ステータス維持期間が1年間ですよっていうね、回答していることも存じていてですね。で、マリオット側の回答としてはですね、ステータスをね、獲得していただいて、1年後のその次の1月末までがですね、このステータスが有効だっていうね、回答だったんですよね。ですので、アメックスとマリオットのね、回答はね、違うわけなんですけども、これはね、どういうことかというと、アメックス側がですね、この年間400万円を決済していただくと、ステータスがね、維持できるのは1年間っていうのはですね、この1年間はアメックス側で保証しているっていう話なんですよね。で、まあこれはね、マリオットからね、お話をいただいたんですけども、そう、保証しているのが1年間っていうだけで、ステータスが維持できるのは、マリオット側のシステムっていう風になりますんで、1年間とその次の1月末までですね、このステータスがね、維持することができるっていう話だったんですよね。ですんで、これね、発表された当初はですね、1年間っていう風になっているっていう話をね、私もさせていただいておりましたし、アメックスのね、回答もそういった感じになっておりましたので、まあ基本的にね、こうなるんだろうな、なんていう風に思っていたわけなんですけども、ステータスの維持期間自体はですね、1年間ではなく、ステータス維持期間が終了する翌年の1月末までっていう風になるんですよね。これはね、かなりいいですよね。ですので、2022年の今月5月にね、達成していただくと400万円ね、まあ付与されるまでね、ちょっと 3,4 週間かかると思いますんで、まあ今月達成したらまあ多分来月ぐらいに獲得になると思うんですけども、まあ仮にね、2022年の5月にプラチナステータスに400万円決済してなった方はですね、維持期間は1年間っていう風になりますんで、2023年の5月までが1年間っていう風になりますよね。ですので、まあ、そこまではね、利用することができて、さらにね、翌年の1月末までっていう風になりますんで、2024年の1月末までですね、こちら、プラチナステータスね、楽しんでいただけるっていう風になるんですよね。いや、これはね、本当にめちゃくちゃ大きいですよね。12ヶ月経ったらステータス陥落しますっていう話だったんで、ですので5月に達成していただくと、まあ来年の5月で1回終わる。まあそれが終わらないで来年のその次の年の1月末までね、利用することができるっていう風になりますんで、まあ大体、6、7、8、9、10、11、12、1ということで、だいたいね、8ヶ月ぐらいね、プラスで利用することができるっていう風になりますんで、これはね、かなり大きいですよね。ですので、マリオットボンボイね、プレミアムカードね、保有されている方で、400万円ね、決済できそうな方はですね、こちらね、ぜひね、覚えておいていただきたいなっていう風に思います。またね、
こう言っては何なんですけども、まあ、できるだけ早くね、400万円をね、達成していただくとですね、それだけね、ステータス期間がね、まあ、変な話、伸びるっていう話になりますんで、まあ、ぜひね、早めにっていうのはね、難しいかもしれないんですけども、まあ、そういうシステムっていう風になっておりますので、マリオットボンボプレミアムカードね、保有されている方はですね、ぜひね、覚えておいていただければなと、思います。それでは次にですね、ヒルとアメックスの場合はね、どうなるんだっていう話なんですけども、ヒルとアメックスプレミアムカードの場合は、年間ね、200万円決済していただくと、最上級のね、ダイヤモンドステータスになれますよね。で、以前ね、アメックスの方に問い合わせた時はですね、達成後、翌年の12月末までね、ステータス維持ができますよっていう話だったんですけども、これもね、ちょっとヒルトンデスクの方に確認を取ったところですね、翌々年の3月末までっていう風になりますんで、こちらもね、ちょっと伸びてるんですよね。ですので、2022年5月にね、仮にね、200万円決済していただいて、ダイヤモンドステータスね、獲得された方はですね、2022年なんで、2024年の3月末まで利用することができるっていう風になりますんで、こちらね、ヒルとアメックスプレミアムカードね、保有されている方はですね、ぜひね、こちらも覚えておいていただければなと思います。私はね、ずっと以前のね、回答で、翌年の12月末までだと思ってたんですけども、翌々年の3月末までということで、3ヶ月伸びたって言った形にね、なるんですよね。ということで今回ね、ちょっと簡単な動画になってしまったんですけども、こんな感じでね、終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。 Stand clear of the closing doors, please. ということで、ちょっとね、おまけ動画をね、作らせていただきました。で、最近ね、チャンネル登録ね、していただいた方、本当にありがとうございます。ANA、Visa、マスターカードね、保有されている方はですね、この動画ね、見られてない方ね、結構いらっしゃるかな、なんていうふうに思いますので、こちらね、次年度の年会費がね、無料になるということで、Twitter でですね、2020年ぐらいにすごいね、話題になった、まあ、手法じゃないんですけども、これ、三井住友カードのね、VPASっていうところからですね、年会費、カードね、解約画面に行くと、次年度の年会費が無料になるっていうね、案内が出るんですよね。で、こちらね、自己責任でお願いしますって形でね、言っているわけなんですけども、まあ、これね、ぜひね、チェックしていただきたいなっていうふうに思います。私のね、視聴者の方で、プラチナカード、家族カードも含めてね、無料になりましたっていう人もね、中にはいらっしゃいましたので、最近ね、またこちらね、ツイッターで試してみたら、昔はできなかったけど、できましたみたいな方もね、結構いらっしゃいますので、これね、本当に、年会費ね、次年度無料になって、プラチナカードだと8万とかですよね。はい、無料になったりね、しますので、ぜひね、こちら、SFC ついてる方はね、本当に気をつけてね、自己責任でやっていただきたいんですけども、まあ、本当にね、怖いっていう方はね、やんない方がいいです。SFC ね、取れちゃうと本当にもったいないんでね。ですんで、まあ、自己責任になるわけなんですけども、ぜひね、チェックしてみていただければなと思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画ね、概要欄に載せておきますんで、ぜひね、やり方全部載せてありますんでね、ぜひ利用してみていただければなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。